西の河原は、北海道古宇郡神恵内村山内、十坊岬にある会場。アイヌ語で、神の遊びしところを意味する、カムイミンタラと呼ばれていた。西の河原に漂着した難破船車コタン半島先端新井岬の約 10km 南に、マサカリ型に突き出し位置する十坊岬の付け根付近一帯は、海岸を形成する奇岩が、地の果てを思わせる荒涼とした景観を形成している。蝦夷日誌、松浦武四郎には、山陰の河原と和人が呼ぶ地ありとの記述が見られる。風が強く、浜那須の咲き乱れる浜には、ゴロ大石に混ざり、多くの漂着物が打ち上げられて、独自の雰囲気を醸し出しており、古来より霊場として、地元の人々によって信仰され、守られてきた。斜古丹半島一帯は、船の往来の難所で遭難が多発しており、北海道三大難所の一つに数えられ、船乗りの間では、古くより地獄の才の河原と呼ばれて恐れられてきた。浜辺には打ち上げられたまま放置された難破船の残骸も見られる。遭難者の霊を祀るための地蔵が建てられたことが始まりとされ、現在では地蔵堂をはじめ、マニ社、灯籠や浜辺には多くの石が積み上げられ、才の河原を具現したかのような異様な雰囲気を漂わせる。地蔵は木の根を人の形に彫ったものだが、この他に地蔵堂には300体ほどの石の地蔵が収められている。昭和30年代までは年2回に西の河原と月終寺にて地蔵講が開催されたという。霊場は現在も月終寺によって管理されている。また、あたりには血の池、極楽穴、地獄穴と名付けられたところもあり、悪事を働いた者はそこへ落ちるとされた。十坊岬は、1999年3月に、海に向かって、右側が大きく崩壊し、形状が、それまでとは一変している。岬は中央に、割れ目があるために、一周はできない。岬の南側には、シシャモナイの滝がある。1952年に、後志十景の一つに数えられるが、1996年10月に、斜古丹半島を周遊する国道229号が完成し、海岸沿いの遊歩道が整備されるまでは船でしか行く方法はなく、地元住民以外来る者も稀なる秘境であった。国道が完成し、駐車場ができた現在でも、特に観光的要素のない地であり、わざわざ訪れる者は稀である。地蔵に関する言い伝えでは、南遷で妻子を亡くした男が、浜辺に漂着した流木を、ニシンカスを作るための焚き木にしたが、うまく燃えず、海に流しても再び浜辺に打ち上げられるのを見て、その木に妻子を刻み、祀ったことに始まる。ありがとうございます。